ちゃん。こんにちは、豊さん、はい。ここに来て若手ルーキーたち大活躍してますね。はいはい、交流戦って言えば、はい、なんか初勝利とか、うん、初ホームランとか、はい、初物尽くしっていうのが結構あるな。そうそうそう、初記録とかもそうだなありましたし、だからなんか一つの活躍の場所っていうか、うん、新しい人たちの、ね、なんかそんな感じもするな。そうですよね、うん、しかも今の本当に若いルーキーたち度胸がいいというか、で3連戦振り返りしてるとさ、はい、この初勝利みたいな、うん、これ初ホームランみたいな、はい、初ヒットみたいなが多いよね、うん、多いです。あのなんか初登板ってピッチャー多くないですか。おいおいおい、今年おいおい特にそうですよね。でまずは、まあ、何名か取り上げるんですが、まずは巨人の伊豆口選手、はい、やったね、はい、初ホームランです。いやーよかったな、はい、なんかねキャンプの時からオープン戦、うん、で最初の頃ってなんかバッティングが小さかったんだよね、うんうんうん、どうしたみたいな、ちょっと考えすぎてる部分があって、はい、どうしたらチームに貢献できるかとかさ、うん、いやうちは貢献できるよみたいなまあね、で、まあ、守備はね、うん、そんなに心配することなかった、うん、あとは打つだけのことだったんだけど、もう名門出てるだけにしぶといな、しぶとい、うん、さあ打ち方どうであれ、はい、なんかこうポイントになるところで打ってくれるし、はい、で守備も派手さはないんだけど、うん、堅実だな、堅実、ああいいね。だからもう今年最初の出だしからもうショートは門脇選手だっていう風なのが決まっている中で、門脇選手がちょっとねエラーが多かったり不調というところで伊豆口選手が抜擢されたショート、まあ、そうだね、そっから非常に頑張ってますよ、ね、いや頑張ってね、うん、そして初ホームランにつながった、火曜日ですね、今世からな、はい、見事だったね、うんうん、そんな岸田があんなに驚かなくてもいやいや伊豆口力あるからみたいな打つから打つからって、まあ、自分が打った後だけにね、はい、連続ホームランになったから、まあ、嬉しかったんだろうとは思うけども、はい、うわーよかったなと思ってね、あのバッティング、まあ、引っ張ることもすごくできるバッターでね、はい、まあ、いずれは出るだろうなというふうには思ってたんだけど、うん、いいホームランだったな。そうですよね、勝てばもっと良かったけどな、本当はね6対2で繰り返されたからなそうなんですよ、ね、あれだったらヒーローインタビューだったんじゃないかなって思うぐらい、確かにね、良かったんだけども、うん、まあでも本当になんかいいホームランだったなと思う。ですよね、なんかキャンプの時も非常にねなんか慕ってくださって、ね、そう、あの話しかけてきてくれてね、はい、だからすごく嬉しかったし、はい、やっぱこう学生の時からね、うん、すごく希望のものをずっと感じてたから、はい、まあ、プロに入ってきて、うん、まあ、こうやって開花してくれるとね、はい、まあ、嬉しいし、うん、まあまあ門脇も黙っていないだろうしね、はい、まあいい勝負になってきたと思うから、いいライバルがいますね。まあそうだな、うん、だから頑張ってほしいなと思う、最後までね。ですね、うん、プラスアルファこのチャンネルも見てくださってるということで、当然見てなかったらもうあの危ない危ない危ないもうクラーンもしかしたらね、うん、この動画も見てくださってるかもしれないですけど、まあ まあね、まあ見てくれてるとは思うけど、ね、はい、まあでも良かったなと思う、本当にね。そうですね、さあ2人目、はい、広島の佐藤圭介選手、この動画でも取り上げました。いやもうこれはね、いつ支配下にするんだよ、いつ支配下になったら上げるんだよって、いやそのぐらいの逸材なのよ。ファームでめちゃめちゃいい成績残してたんで、うん、ずっと待ってましたよね。待ってたよ、でも早かったな行動が、はい、支配下にしてからすぐ上げて、うん、で使ったのが、うん、あれメルセデスの時使ったのかな、ロッテ戦。いやいやちょっと待ってよ、土曜日ですよね、メルセ調子いいから今年は偉大だし、そういやだからちょっと右でちょっと最初使ってほしいなと思ったら、うん、次今井いや早いだろうみたいな、もうちょっと簡単なピッチャーいないのかと思ったら、はい、スライダーを引きつけてパチーンで一塁が打ったな、あの一軍上がって初ヒット、そうだな、はい、だからすごく、まあ、いいヒットだったね、またいいピッチャーから打てたしな、よかったなと思って、それがまた自信につながりますね。まあもちろんそうだよね、うん、じゃあフォアボールしっかり取るところは取れてたし、うん、まあこの子も早い段階でホームランを打つよ、打ちますか。最初出てきたその CC の時の試合がそのヒットなくて、あ次の試合どうするんだろう、新井監督はあのベンチスタートにするのかなって思ってたんですけれども、スタメンで、そうだね、はい、いやなんか新井監督の使い方だと、もう右左関係ねえよみたいな打たなきゃお前飯食えねえぞみたいな、はい、まあ、そんな感じの使い方なんだけども、うん、まあそれもそれでありだよなって、うんうん、あらじるようでね、そうですね、まあ、どっちみちお前将来的には打っていかなきゃいけないピッチャーだろうみたいな、はい、まあまあだから使い方としたら度胸あるしね。ですよね。
はい、ファーストで生かしてるけどどうするのかなっていう。本来だったらセカンドなんだ。あ、セカンドですか。本来だったらセカンドだけど、セカンドはもう菊池はいるし、はい、ねえ、まあ、矢野が回ってくる時もあるし、はい、また矢野もすごいな、うん、まあ、矢野の話はまあ別に置いといて佐藤な、はい、いやこれからいい選手になっていくだろうな。やっぱりそのプロで1本、ね、初ヒット出るっていうだけでも気持ち違いますよね。いやいいピッチャーから打ったよ、うん、あのスライダーを打てるっていうのがいいな。いいっていうことなんですね。いや、いいんだよ、うん、で、まあ、広島には田村っていうね、はい、まあ、注目してた選手がいるけども、うん、まあ、外野手は田村、内野手は佐藤、なってくるといいよ。いい選手いるなですよ。あと末金選手もね、頑張ってますしね。ただその佐藤選手の憧れの選手っていうのが新井監督なんですよね。俺じゃなくて違います。見ただけ見てないから分かんないと思うんですけど、まあまあね、はい、あの力強いバッティングというか、ね、はい、ああいったところ、まあ、そうだね、はい、活躍ね、これから期待できますね。まあ、そうだ、期待できるよ、はい、そして、はい、やっぱり先週末に、はい、やっぱりあのオリックスの2投手、はいはい、斉藤投手と佐藤投手が、斉藤投手な、19歳、はい、落ち着いてるな、しかし、はい、なあ、1安打しか打たれてないんだよ。すごい、2年目で、うん、まあ、それで5イニング投げたんだけど、はい、3イニングは三者凡退という、はい、だからまあ初見ということもあるにしても、うん、19歳だからね、はい、19歳初先発で東京ドームで勝った選手っていうのは、うん、10代ではいないんだよ、初なんだよ。初なんですね。そうそうそう、うん、いや、やっぱまっすぐのコントロールもいいしさ、はい、やっぱフォークもいいしな、やっぱ持ち球はしっかり使える環境にあるな。まあ、持ってるけど使えないボールがたくさんあるっていうんじゃなくて、はい、球種は少ないかもわからないけど全部使えるという、うん、本当にいいピッチャーだな。 でその次の日、日曜日は今度育成から前日に支配下に登録されたばかりの佐藤投手が初勝利。ちょっと時間かかったけどな、はい、まあ、初先発にね、うん、こぎつけて、そんなに緊張すんなよっていうぐらいなんか緊張、こら大丈夫か、どちらかるんじゃないかと思ったら、はい、やっぱこう一球投げるたびに重ねるたびになんか落ち着きを取り戻して、うん、やっぱね変化球がいいな。変化球、あのね最近まっすぐがいい、いいねっていうよりも、はい、変化球がいいねっていう人の方が勝てるな。変わってきてるんですかね。なんかいや、それなりのまっすぐは持ってるよもちろん、うん、コントロールもキレも、いやだけどそれ以上になんか変化球がいいピッチャーがなんか勝てるのかなっていうような気がするけど、うん、だからスライダーとフォーク、はい、面白いようにもう後半なんか決まってたな、うん、ホーム1アンダー、巨人が全く打てなかった。ジャイアンツもね、初物なしだよ。いや初物嫌なんだよ、ね、ジャイアンツ初物が嫌いだって弱いって言われるけど、はい、どの球団も好きなはずはないんだよ。データがないから。そうですよ、ね、またウエスタンとイースタンだから、うん、また知らないわけよみんな、はい、うん、でも佐藤なんていうのは、うん、ウエスタンの最多勝投手だったのね、昨年の。それなりの実力を持って支配下になってるし、うん、最初はどちらかるかなと思ったけど、うん、だんだん落ち着きを取り戻したら、はい、さすがだなっていう投球を見せてくれたよね。ですよね。あとはその日あの球場スタンドにお父様とお母様が見に来ていらして、その前でそのプロ初勝利を挙げられたっていう、ね、そうだな、うん、なんかお父様はお寿司職人さんらしくて、ちょっと今度店に行きたいよな、ね、神奈川県の藤沢市でお祝いに、ね、いきなりいきなりお寿司ボールの形が出てくるんだよ。出てこないです、ね、鮭がこう縫い目みたいな、鮭が縫い目、なんか鮭だったらなんか日本ハムっぽいですけど、ね、あ、そう。いやそう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 、でもよかったね、お父様って、ね、あと精悍な顔立ちなのでまたね織姫もわーってなるんじゃないかなっていう。まあそうだな、凛々しい顔立ち、彫りが深いよな、はい、彫りが深いのていうか、まあ、かっこいわゆるかっこいい、まあそうだね、ですよね。斉藤も可愛い、斉藤としては可愛い、預けない感じが ね、ありましたけれども ね、はい、その他にも豊さん、そりゃ石田お前言ってくれよ、なんベイスターズの後輩じゃん。あ、そっか後輩か、そっかそっか、だから牧選手ともう電話かかってきて、多分、あ、多分、いやいや、ドラフトの時にね、ドラフトかかりましたと。あ、そうなんですね、うん、石田って電話かかってきて、うん、多分牧から聞いたんだけど、電話も、まあ、マキが電話しろって多分言ったんだと思うけど、電話、石、あのベイスターズの石田ですって急に、おお、どうしたみたいな、はい、石田ってお前左と思ってそう思います、
ですよね。お前中央の石だみたいな、まあ、そんな感じがあったんだけど、まあ、それからね、なかなかチャンスはないくて、はい、どうしてんのかなと思った矢先に先発って、うん、あれ石田って抹消されたはずなのにって思ったんだけど、あいつ投げるんだと思って、はい、大学時代はね、あの西舘よりもまっすぐはいいって言われて、うん、やっぱあの噂通り、はい、各バッターのインサイドつけるまっすぐあったな。そうなんです、ね、なんつっても明るいわ。明るかったです弾けすぎだな若干もうあれ中央中大ラインなんですか、弾け方は。中央あんなに弾けるの珍しいよね、はい、でも牧が援護点4点取ってくれたで、はい、満塁ホームランで、もう目キラキラして牧のこと見て本当可愛いね、あいつはね、はい、なんか憎めないというかさ、はい、なんか本当にあの西勇輝みたいな、あそういうピッチャーになんか周りに気配りしながらみたいな、はいはい、うん、なんかこう点取ってくれたら本当に純粋に嬉しいみたいなもう筒子が打って帰ってくる、いや追い上げられてたんだよちょっとな、うん、はい、俺もあのソフトバンクでその4点取りました最初ね、はい、うんうん、あでも4点じゃ足りないなソフトバンクだちょっと心配だなと思ったら、うん、案の定なんか途中から追い上げられてて、はい、筒子スリーランみたいな、あこれで勝ったと思ったんだよ俺、はい、でその時の表情なんてもっとキラキラしてたからね表情が、まあ、分かるわ気持ちは純粋でですね、でもああいうなんて屈託のない明るさというかね、はい、ああいうのはやっぱりいいなと思うよね。あのドラフト5位で指名されたんですよね。でドラフト1位だったのが同じ中大の西舘投手だったので、そうだね、まあ、そういったところでも自分もぜひ頑張りたい一軍のマウンドでっていう。そうだね、で昔からベイスターズが好きでね、それでなんかこうマウンドに上がるのがもう夢でしょうがなかったんだよ。じゃあ嬉しいでしょうね。まあ、そうだね。だからあの明るさっていうのは人を不快にしないしね。うんうんうん、いいなっていうふうに思うね。ああそうだったんですね。そのベイスターズのカラーにもやっぱりどうですか、石田投手非常に合ってるな。合ってる合ってる合ってる。うん、まあ合ってるし可愛がられるやつかなっていう、あの明るさはね。うん。うん。KY の明るさじゃないし。ああそっかそっか。そうそうそう。それは誰にでも受け入れられるっていう、ね。だとは思うけどね俺はね、うん。いいですね。だからまあ後輩として。うん、まあ、先輩方に可愛がってもらえるっていうのはすごく嬉しいしね、うん、そうですよね。まあなんかね今度声かけたいよね西田にね。ああね、球場で会ったら。そうだね、まあ、まあ、向こうが分かんなかったりしてな、えお前誰みたいな、電話かけてきたよいやいや、でも顔と名前が一致しない可能性だってあるよそうか、そこは、まあ、そんなことはないか、牧選手がね、牧がフォローしてるな、あの連れてきてくださいますよ ね、 ね、でも牧もファインプレーもはい、したりとか、ねうん、して後輩を助けてたけど、まあでも牧も可愛がってんだろうなっていうのがすごい分かる、ね、うん、そうかそうか、うん、まあね、あのベイスターズはねやっぱりちょっとピッチャー陣、まあ、今 ね、まあ、ねあのもう一人の石田投手が抜けちゃったりもありますし、まあ、チャンスがあるからな、はい、はい、でオリックスもそうです、オリックスもピッチャー陣が苦しい中で、うん、こういった斎藤投手佐藤投手という若手が出てこれる、まあ、そのチャンスをつかむものにしてるからな、それがまたすごいですよね。すごいな。で五口選手にしてももうその門脇選手が抜けたってなった時のチャンスをものにして、で佐藤選手もやっぱりそのチャンスをヒットを出してものにするっていう、若手選手のそのなんて言うんでしょう、チャンスをものにするその集中力っていうかすごいですね。今だな、うん、寿司を食いに行ってどこを回すのチャンスをものにするまさに旬ですねまたやらしやらしやらし、旬のネタ旬のネタお願いします、寿司だけにね、うん、そうですよ、佐藤のフォークの握りとか言って高校球児じゃないけどもう看板スライダー、看板メニューでフォークの握りスライダーっていう、何ですかねこれ、それや作ってほしいな、作ってほしいな、直なんて書いてある、直ってな、直ってな、そうそうそう、顔見て、まあお前安くしてそう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 、もうやらさんに言ってくださいそうだなもうまあまあでもね、はい、これからもあの若手に注目をして、そうです ね応援していきたいよな。であの若手選手があの活躍したらぜひこのね YouTube の動画でもピックアップさせていただきたいと思います。はい、はい。